はい、皆さんこんにちは、マンダラキルビッシュです。では今回はパワープロ2020栄冠ない続きをプレイしていきたいと思います。練習メニューは投手は球速アップ、野手は筋トレのみ、脳筋縛りで甲子園を優勝しようというプレー内容になっています。ダルビッシュがですね、ここまで公式戦4連勝、しかも4完封中というところで、夏の甲子園大会を目指していきたいんですが、その前にまずは春の選抜、ここでね、連勝記録、連続完封記録を伸ばしてくれたらいいなというふうに思っています。では選抜高校1回戦目プレイしていきましょう。1回戦目の相手はですね、石川県代表野々市工業高校、総合戦力 B ですね。富田くんかな、3番4割打ってますね。で、我々の方の先発、スターティングラインナップですね、ご紹介しておきたいと思います。1番加藤くん、パワー100。2番森脇くん、パワー99。3番小板橋くん、パワー100。4番町田くん、パワー100。5番前川くん、パワー95。6番太田くん、パワー99。7番武藤くん、パワー80。8番浦田くん、パワー84。で、ダルビッシュですね。球速173キロまで来てます。どうだろう、威圧感持ちがすごく増えてきましたね。威圧感打線っていったところかな。これはボテボテの当たりですね。今回のね、張り切りボーイは今、打席に入ってもらった小板橋くんです。1点を取り合った4回の表。さすがに甲子園では完封はできなさそうですね、ダルビッシュも。さあ、7番武藤君ですね。7番武藤君はチャンス A です。ここはそのチャンス A っぷりを、存分に発揮してもらいたい場面だけどな。これはボテボテの当たり、ランナーもちょっと進めないですね、この当たりだと。で、8番浦田君のところですね。まだ勝負をかけるには早いので、このまま進めましょう。これは帰ってこれないかな、ランナーは。そうだね。で、ダルビッシュですね。ダルビッシュね、ピッチャーなんですけど、ここまで2割4分5厘、打点2なんですよね。ここもちょっと期待しちゃいますが、フォアボール。そして1番の加藤か。ここは強心臓を使おう。加藤君に関して言うと、打率が2割4分7厘なんでね、数値的にあまり期待できるバッターではないかなというところですね。6回の裏、ノーアウトランナー2塁のピンチです。ここは一旦そうだな、励ますを使っておきますが、73球投げてますからね。ダルビッシュはですね、もう、スタミナもね、だいぶ上がってきているというところではあります。なので、完封完投もちろんね、できるだけのスタミナは有しているという状態です。続いて8回の裏の守備ですね。ワンアウトランナーが一塁。ここも伝令をどんどん使っていきましょう。もう8回の裏ですからね。2番柴崎くん。これは切れていくかな。ファルボール。打ち上げて、サード小板橋。落下点ですね。9回の攻撃がですね、我々の方が1番から始まるのかな。そういう打順になっているので、9回の表、有利にね、攻撃できればいいかなというところですね。ごめんなさい、3番小板橋くんからでしたね。強心臓を使うような場面ではないので、このまま行きましょう。これは初球を打ち上げてキャッチャーフライ。ちょっともったいないですよね、今みたいなプレーは。お祭り男使っちゃいます。プルヒッターも超いいですからね。ワインド2から、ここはサードフライですね。おそらくピッチャー変えてくるでしょう。三俣君に変わりましたね。5番前川君。前川君はね、唯一甲子園の魔物を発動してくれる可能性のある選手ですが、ここはラッキーボーイでしたね。では9回、ここはダルビッシュ続投させましょう。おっと、
これはひどいプレイが出たな。まあ、伝令を使っておきます。先行チーム、まあ、ダルビッシュは三振が取れるんでね、こういう場面でも臆せずに行きたいところですが、ここはさらに連続いやー、このエラーはどうにもならないわ。いやー、残念な終戦でしたね。まあ、連続エラー、しかも最後がトンネルってなるともうちょっと厳しいですね。まあ、ここは守備は全く鍛えてないのでしょうがない。こうなる前に勝っておかなきゃいけないっていうね、点を取っておか、点を取っておかなければいけないというチームなんでしょうがないですね。では夏の甲子園予選大会に向かっていきます。では夏の甲子園大会予選まで進んできました。ダルビッシュはですね、球速が175キロになっています。なので春の選抜は1回戦エラー絡みで敗戦しましたけどね、ここはまず甲子園出場を順当に決めたいなというふうに思っています。スターティングラインナップちょっといじってますので、ご紹介しておきましょう。一番前川くんですね。パワー100。ミートも C まで上がってます。加藤くんパワー100。威圧感持ちプルヒッター、ミートも A です。3番小板橋くん。弾道4。チャンス A、広角打法持ち威圧感です。4番町田くん。パワー100。阿部比パワー比持ち初球満塁男に威圧感です。5番森脇くん。パワー100。武藤くん。パワーがもうすぐ。S、チャンス A です。7番浦田くんパワー91。8番キャッチャー松島くんキャッチャー A まで育てました。なのでダルビッシュとこの松島くんのコンビでね、勝ち抜いてもらいたいというふうに思います。初戦の相手は成田学院高校、総合戦力いいですね。ここはもうサクッと、それこそコールド勝ちするぐらいのね、勢いでいってもらいたいなと思います。今日町田くん2本目のホームラン、スリーランホームランですね。さあこの試合も勝ちが見えてきてますので、ダルビッシュは温存するために交代しました。まあ、今ちょっとエラーで失点という場面になっちゃいましたけども、まあ、ダルビッシュはね、この後予選続いていきますので、ダルビッシュを下げて3年生リリーバーの金村くんに変えています。まあ、金村くんはもう速球は167キロ出ますからね。守備はやっぱり不安あるな、今の見ていても。これは大きい当たり、スリーランホームランですね。さあこれは今日3本目、町田くん今日3本目のホームラン。さあまずは1回戦ですね、コールド勝ちで勝利飾っています。まあ強豪校、総合勢力 B とかね、 A とかの高校と、まあ、できるだけ当たらないことをですね、まあ、願いつつという感じですかね。では2回戦目の相手ですが、総合戦力 B、九十九里高校になります。長打はなさそうですね、ホームラン打ってるバッターはいないです。まあ、ここも1回戦同様、先制点を取って、逃げ切りっていうね、戦いで、できればダルビッシュを早めに温存したいなと思います。弾丸スリーラン、今回の張り切りボーイも町田くんですね。ここ2試合ですでに4ホーマーの町田くん、当たりがね出てきたなっていう感じがしますよね。打率もまあ、3割まで持ってきたかなというところですね。さあダルビッシュですね、2点奪われてなお2アウトランナーが2塁1塁、まあ、ここはまたダルビッシュね、このままいけるかなというところですが、これもタイムリーになるか。2塁ランナーは3塁ストップ。もうちょっと投げておいてもらいたいので伝令を送りましょう。まあ、でもこの回までかなという感じですかね。ダルビッシュは温存したいので、球数100球というのも、まあ、見た上でですね、この回までとしましょう。ではダルビッシュね、ワンアウトランナー三塁一塁6回の表です。
ここまでで奪三振が11っていうね。まあ5回を投げて奪三振11という時点で、ね、ダルビッシュの、まあ、奪三振率の高さが伺えますけど、これは入るか。持ってかれた、スリーランホームラン。さあ、6回の裏ですね、スリーランを打たれてしまって、まあ、点差が3点と縮まってしまったんですが、ここは加藤君が140メートル弾、まあ、ノーガードの打ち合いという様相ですね。まあ、ダルビッシュもね、点は取られてしまいましたからね、今回はね。最後は2年生ピッチャー村西くんが締めて2回戦目突破です。まあ、打線もねしっかり打てているなという感じはするんで、あとはダルビッシュ、松島、キャッチャーへの松島でね、このバッテリー次第かなというふうに思います。ダルビッシュには今多めの言葉をかけました。これでテンションがね上がってくれてると思います。では3回戦目ですね。木更津高校総合戦力士、4番加藤くんホームラン8本。その前後固める3番国本くん、6番平林くんもホームラン打てるバッターになっているようです。今回の張り切りボーイはね、打率が1割5分と大低迷中の5番森脇くんです。まあ、打率1割台のようなバッターではないので、これからもうちょっと打率は上がってきてくれるんじゃないかなというふうに期待はしてるんですけど、それにしてもちょっと打率がね低すぎますよね。これは弾丸でライトフェンス直撃のヒット、まあ、今みたいな形でね、打ってきてくれるといいかなと思います。この武藤くんも打率低いですよね、1割5分。まあ、ただここはタイムリーヒット。まあ、1割台のバッターに関しては逆に今までが低すぎる状態なので、これからね本当に上げていってほしいなというふうには思います。そして7番浦田君、ここもう2点3点と取っておきたい場面ですよね。強心臓も使っちゃいましょう。キャッチャー A、 ダルビッシュのパートナー松島君、これはただゲッツーになる、ゲッツーですね。はい、11対1と対勝しています。ここまで3試合連続気持ちよく勝ってるんですけど、こういう時にねコロッと負けてしまうこともあるんで、まあ、しっかり警戒していきましょうか。では今回の相手ですね、千葉県佐倉高校総合戦力 C です。ダルビッシュが引き続き調子がいい、テンションが高い状態で来てるので、キャッチャーへの松島君とのコンビでねしっかり、まあ、抑えてもらえればなというところですかね。今回の張り切りボーイは今センターフライに倒れた小板橋君です。もちろんパワー S なんですけど、まあ、打率がもうちょっと上がってきてもいいかなっていうところですね。小板橋くんのミートは D です。でパワーはもちろん、100。ここはゲッツ、早めに点が欲しいよな。あのむちゃくちゃ打てるチームなんですけど、ここは魔物をすいません使わせていただきます。まあ、ここで点を取ってね、確実に準決勝の方に駒を進める手筈を整えておきたいと思います。まあ、このチームでは唯一一番の前川くんがですね魔物を使える選手になっています。さあダルビッシュですが、7回の表ワンアウトランナー3塁1塁とピンチ、点差はね4点差なんですが、もうちょっとダルビッシュは投げてもらいたいかな。このあとねリリーフが、まあ、決して強くないチームなので、まあ、ダルビッシュ温存したいところは温存したいんですけど、まあ、負けるわけにはいかないので、まあ、もう2回ぐらいはね投げてもらって、9回この点差があれば交代してもいいかなというところですかね。さあダルビッシュですね、7回に続いてワンアウトランナー3塁1塁とピンチになっています。ここから上位打線ですね。ここは町田君をショートへのイージーフライ、奪三振もここまで8奪三振ですね。ここも抑えて、これで4点差のまま9回に突入です。ではダルビッシュのところですね、ここは代打を送りましょう。
バント丸持っている太田くんを出しましょう。ここで確実にスクイズを決める。これで5点差として、リリーフ陣にね、9回を任せたいと思います。このね、金村くんがね、ちょっとピリッとしないんですよね。まあ、3人でピシャッと抑えてくれればいいんですけどね。桜高校は4番江沢くんからになります。ここは空振り三振。ここでね、こういうヒットを打たれてしまうんですよね。まあ、この金村くん、まあ、あるいは他にね、まあ、信頼できる投手がいればダルビッシュをもうちょっと早めに変えていくっていう、まあ、戦略も取れるんですけどね。残念ながらそういう状態にはないというところです。で、福留くんを迎えて、これはゲッツーは無理かな。守備も乱れますね、こういうところでね。まあ、でもちょっと守備鍛えてないとはいえひどいよね、このところの守備のひどさ。これはナイスキャッチ。今のがヒットとかになってるとダルビッシュを戻したいなっていうね、そういう気持ちになっちゃいますからね。まあ、もう交代してるのでダルビッシュ戻せないんですけど、これはヒット。これで、まあ、万が一ホームランが出たりすると、追いつかれてしまうという展開ですね。まあ、1番3割4分9厘の新谷君は空振り三振で仕留めて、これで勝利。準決勝へ駒を進めます。さあ、相手高校はついに来ました、総合戦力 A 銚子高校。ここを突破すればというところですね。今回加藤くんが張り切りボーイになっています。ミート A パワー S で、できればここを突破して決勝に駒を進めるためには、まあ、毎回のダルビッシュ頼みにはなってしまうんですけど、ダルビッシュが、まあ、しっかりと0点で、行ってくれることが、まあ、絶対条件なんですけど、それと同じくらいですね、先制点を取る、リードを広げるっていうのが重要になってきますという話をしているところで、3回までに2点のリード。さらにこれはどうだ、大きい当たりだ、頭を越える。いや、加藤君はいいバッティングしてくれますね。2打席連続ツーベース。ただ追加点はね、取れませんでしたね。で、キャッチャー A 松島くんですね。これは進塁打にもならず。ダルビッシュはね、まあ、打率2割というところで、まあ、そんなに期待はできないんですけど、ここぞというところで打点を上げてくれていたんですが、ここは残念ながら空振り三振。その裏、5回の表、ワンアウトランナーが二塁一塁、ダルビッシュ。球数は69球。初球はしっかり抑えたい場面ですが、タイムリーになる。なお、ワンアウトランナー、三塁二塁のピンチ。さあ、ダルビッシュ、ここで1番バッターを迎えるところになって、まあ、どう抑えてくれるかというところですね。ギアを上げて、これは、ランナー突っ込んできませんで、ツーアウト。2番松下くん。フルカウントから、これは力のあるボールで、サードへのフライ。1点献上しましたけどね、まだリードは守っているという状態です。さあ、今日当たっている加藤くんなんて、ここ威圧感放ってホームラン狙ってもらいましょう。ミート A パワー100なんでね、当たれば入るというところで、どうだ、フェンス大上段ですが、もうあと50センチぐらいですかね。届きませんでしたね。さあ、ただ今日ここでホームランを打っている小板橋くん、ここはホームランを狙ってもらおう。小板橋くんは、広角打法を持ってますね。チャンス A 威圧感、アウトコースヒッターであれば流し打ち、アウトコースに来たボールをライト方向に打ってほしい場面ですが、ここはファーストフライ。そして4番町田君、ここは点を取りに行きたいよな。チャンス A パワーヒ、阿部ヒ、満塁男に威圧感、初球まで、初球を
センター方向に。どうだ。これはライトへのフライですね。このチャンスいい風です。そしてその裏の守備です。ここは励ますを使っちゃいましょう。持ってかれたぞ。これは入るか。こらえてくれ。よし。まあよしじゃないわ。同点タイムリーになりますからね。いやーなかなかさすが総合戦力 A だね。簡単には、まあ、勝たせてくれないいいチームですね。さあダルビッシュ、ここはそうだな、助言を使っちゃいますか。褒めるが欲しかった、いや違う違う、盛り上げるが欲しかったんですけどね。これはヒットになる。いやダルビッシュがここで打たれると相当しんどいぞ。どうする、まあ、ストライクで勝負するしかないよな。よし、ダルビッシュ頼むぞ。盛り上げるがないんですよね今回ね。5番河本君、ここも三振が欲しい。追い込んで、追い込んで、これはよし、一塁いい判断でしたね。突っ込んで取ってホームでアウト。これでね、チームが息を吹き返してくれるといいですけどね。さあ今日3打数3安打加藤君、ここはホームランを打ってダルビッシュに元気をつけてあげたい。がこれはファーストゴロですね。さあ5番森脇くんは打率が依然1割台か、まあ、ただ逆に期待が持てるな。打率1割台の、ね、選手ではないですからね。さあ9回の表でツーアウトランナーが1塁。ここはもうダルビッシュにね、いけるとこまで行ってもらうしかないですよね。140球投げてます。これはアウトだ。さあダルビッシュをね、もう勝たせてあげたいので、ここはまず先頭打者出てほしいな。ただここはショートゴロ。下位打線はちょっと弱いんでね、まああるとすればこの裏、この裏じゃない、この次の回ですね。さあ相棒松島君、相棒松島君が打ってくれればというところで、これはポテンヒットになるぞ。いやーただいい突っ込みだ、レフトいい突っ込みでしたね。さあ代打出てますね、こっちから指示出さなくても。他代打誰か使える人いるかな、まあ、特にこの内気な望月くん出しますか。望月くんは2年生だよね。望月くんを出してラッキーボーイか、ラッキーボーイか、ラッキーボーイだね。まあ魔物が出てくれればっていうね、まあ密かな期待感を持ったんですけど、まあ、そうはいかなかったですね。さあ前川くんです。ここもラッキーボーイですね。この前川君もね、何度かお話している通り、魔物が出る可能性のある投手、選手だったんですけど、ここは残念ながらラッキーボーイ。さあ今日3安打の加藤君、ブルヒッターなんでね、いい打球が出てくれればというところですけどね。相手のエラーで出塁してます。こういうところで点が取れるとね、強いチームになったなっていう感じするんですけどね。小板橋くんの当たりは、芯で捉えてますが、レフト正面の当たり。ここからはね、タイブレイクを視野に入れて、行かなきゃいけないっていう場面ですね。森脇くんがちょっと打率本当に上がってこないね。
これも、まあ、いい当たりですがライト正面。こういうねもったいない当たりが出てますけど、いい当たり飛ばしてくれてれば可能性は感じますよね。さあ守備です。村西くんか、金村がいるでしょう。金村にしましょう。もうこの後はタイブレイクをね、ちょっと視野に入れておきます。伝令も出す。ここを抑えてくれないと話にならない。大丈夫か。相手はバック、ヒヤッとする当たりだよね。まあ、金村君に関してはね、まあ、速球早いんですけど、信頼性が今のところまだ全然僕の中でないんで、もうちょっと頑張ってほしいなっていうところですよね。で、金村君はこの、打席立ってもらわなきゃいけないので、買いまたぎしてもらわなきゃいけないですね。打率5割。まあ、ただここは、サードゴロ。いやー、本当に接戦になってきたな。これでタイブレイクになります。金村か。頼むぞ。まず伝令。そうだな。どうする？助言にしときますか？盛り上げが使えないですからね。2番、川端くんから。まずはワンアウト。こっからスリーランだ。持ってかれた。痛すぎるスリーランだ。痛すぎるスリーラン。いや、痛すぎるぞ、このスリーランは。金村。金村、やっぱりちょっと信用できないよな。しかも今のあたりで一塁ランナーがアウトか。どうかしてるぜ。これは、突っ込む。まあ、ダルビッシュでも勝てないのか。ダルビッシュでも、脳筋では、全国制覇できないのか。これはどうだ。入ってくれ。同点スリーラン。小板橋、よくやってくれた。これは嬉しいスリーランだ。ちょっと諦めかけましたね、本当に。まあ、ただもうピッチャーが金村くんしかいないっていうのが本当にな、信頼性に難ありですよね。いや、小板橋、起死回生の同点スリーラン、よく打ってくれた。さあ金村どうする？頼むぞ。ここはしっかり抑えてほしいな。うわ、デッドボールか。いや、金村大丈夫か。これゲッツーだー。何やってんだ。いや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 、これはしんどい展開だな。いや、金村も金村だし、いい重要なところでエラーが出ちゃうっていうのもね、まあしょうがないチーム強化をしてきてるので、なんとも言えないですが、これがタイムリーツーベースになるか。2点タイムリーになる。いや、金村ちょっと本当にどうしたっていう感じだな。まあ、ただもうピッチャーがいないんでね、金村君にもう投げてもらうしかないんですけど。いや、金村君ひどいな。まあ、変えるしかないな、もう。さあ、調子を上げることはできるか。4点取られちゃいましたからね。ここは村中君がね、後続を立ってくれましたけど、4点はでかいよ、本当に。しかも、下位打線ですからね、こっちはね。まあ、進塁打ですね。6番武藤君。代打って言ってももういないからな、こっちもね。うわ、これはボテボテの当たりだ。これは入るか。2点タイムリー。つなげてはくれましたね。
そして松島くんか。ミーと F なんだよな。ここはもう代打を出すしかないな。安田くん、玉山くん、いや変わんねえぞこれ。これだったら正直松島くんの方がまだ可能性あるな。これは松島くんの一発に期待するしかない。手張ってるよ相手も。うわ、ただここは最後空振り三振。ダルビッシュでも勝てずか。いやー残念でしたね。はい、まあちょっとね本当に残念な結果ですが、まあダルビッシュでも勝てずということで、脳筋で勝つには運要素がかなり必要そうですね。では今回はここまでにさせていただきます。